はい、どうも、ユッキーです。ですね、ちょっとまあ、皆さんに、伝えたい、ことがあります。それはですね、最近、ですね、YouTube の、規制の波が、押し寄せてきております。まあ、当然俺だけじゃなくて、まあ、いろいろ、ね、みんな、ほら、まあ、いわゆる炎上系とかの、なんか危険なやつとか、の、その広告収入がどうたらこうたらって入らなくなったって言うじゃないですか。で、こちら僕もそれが、行われています。うん、具体的に、言いますと、タバコ動画。うん。ですね。こちらが、まあ、具体的に言うと、タバコ好きな俺の喫煙動画のパート246、ピュアのスリムフィルターのチャコール、手巻きタバコ。ではですね、引き続き、広告掲載が制限されるか、広告が全く表示されません。というふうな通達のメールが来ました。はい。お客様の動画を審査させていただいたところ、動画の内容がほとんどの広告主に、適していないことが確認されました。それまで、そのため、今後も、広告掲載が制限されるか、広告が全く表示されない状態が続きます。でですね、その下、動画は引き続き再生可能で、YouTube Red から、定期購入による収益を得ることができますって書いてあります。YouTube レッドっていうのは今、いわゆる YouTube のプレミアム、月額確か1000円ぐらいのやつ。うん。うん。だからこの YouTube レッドに加入してる人間でなければ、まあ、このタバコの動画は、俺が、広告が入ってこない、ということです。で、この YouTube Red っていうのも、いろいろと今、まあ、すごい、不満が、たくさん YouTuber の人がね、まあ、言ってますが。うん。まあ、具体的に言うと、まあ、先ほどの言った通り。まあ、やばいやつとかは全部規制されて、まあ、そういうことですよね。うん。で、まあ、それもタバコを吸ってる人間ではダメ。もしくは、他にも俺も、まあ、酒動画とか上げてるんですけど、そちらの方も、たまに、制限される可能性があるというか、うん。そうですね。いくつかですね。あるんです。まだ最近の話ですが。ニートがカクテルを適当に作るという、これはライブ配信ですね。これも、ダメです。となってます。引き続き、まあ、広告が制限されるか、全く表示されない。うん。ただ、全部が全部、酒の配信が、飲酒配信がダメになったっていうわけでもないんです。しっかり審査したら、すべての広告主に適していることが確認されました。っていう、のが、まあ、ほぼ大半なんですけど、まあ、大体、そうですね。俺の動画の、1000以上は、1000以上、わかんない。どんぐらいなの？パーセンテージ的に言ったら、まあ、1割
もういかないぐらいか、1% ぐらいかな。1% ぐらいですかね。1% ぐらい。かなぁ。は多分ダメなんです。うん。で、結構そういった類のやつがあって、で、なんかゲームの、配信とかもなんかね、広告が表示されなくなったので、やめます、みたいな。YouTuber やめます、みたいな感じ。っていう人も結構続出してましたね。うん。続出しております。うん。まあ、俺は別に、YouTuber をやめるってことはないんですけど、まあ、タバコの動画はほぼほぼ 100%、これからどんどん規制されて、で、まあ、ね、吐いただっけ？吐いたされていくというか、ね、うん、っていうことになりそうです。皆さん。まあ、俺以外にも多分、喫煙動画、配信してる人というか動画作ってる人いると思うんですけど、まあその人たちもおそらくされてんじゃねえかなと、うん、思います。だけれどもまあYouTube のプレミアム会員、YouTube レッドを登録してる人だったらその人が見たら多分のかな。ちょっとわかんないです、そこら辺は。俺が YouTube レッドに入れば、再生した時に広告がもらえるのかもしんない。っていうことですね。うん。ということです。うん。あ、それだけ。それだけです。ということで、まあ俺は多分タバコの動画をやめる気はないんですけど、ただこれで、これがもうどんどんヒートアップしてって、タバコ吸ったらもうバンとか、はい赤バンでーす。もしくは、そうだね。アップした動画が、もうそもそも、誰も視聴できなくなりました。ってなったらもう、ぶっちゃけもう、動画上げることできないじゃないですか。まあ、そうなるとは思います、ね。これしょうがないです。うん。まあ、俺だけじゃなくて、やっぱり、皆さんね、そういったものも、まあ、ある。まあ、規制されていく。っていうのは、まあ、やっぱり、避けられない状況かな。って感じっすね。でもそれでもね、僕はね、ちょっとね、おかしな話なんですけど、いわゆる、アダルト系の、YouTuber の人、最近出たの、なんつうかな。ヌードで、裸で街をカッポして、なんかジェンダーフリーだからなんとかで、男女平等とか言ってる外国の人なんですけど、あの人は、だって普通に乳首とか出てるし、じゃあ大丈夫なのって話なんですよ。それもよくわかんないですよ。多分、どうなんですかね。ちゃんと広告もらえてんのかな、あれな。わかんない。まあ、それに似たやつだと、ツイッターとかで、普通に乳首とか、もろ出しして、マンコももろ出ししてさ、写メアップしたりするのにさ、なんであの人たち凍結されないのって話なんですよ。男が、チンコの画像、ツイッターにアップしたら、速攻で凍結されますからね。
これ実際俺がやりましたか。あの、実体験。だから、もう何でもかんでもちょっと、そこら辺に関してはちょっとわかんないですけど、まあ、なんか女尊男卑的なね。だから、ヌードでも、あの、いわゆる、芸術系のアート的な感じで、やってれば OK みたいな。のが、あの、まあ、ある。言えるでしょう、ね。だから逆に、男性がそのヌードを、これは芸術だって言って、アートだって言って投稿しても、そこでバンされるんですよ。おかしな話ですよ、これは。本当に。わけわかりません。本当に意味がわかんねえんだよ。まあ、ということで。まあ、YouTube。どんどんこれは規制されていくんではないかなと。そして最終的にあの、飲酒動画はおそらく、ダメになるんじゃないかなっていう感じ。うん。はします。ということで、ご視聴ありがとうございました。